はい、中谷翔でございます。この動画の内容がよくわからない方は再生リスト内にある入門編解説の動画をご確認くださいませ。はい、まずは土曜日の競馬におけるアナザー配置によって穴馬が構想した事例を復習して確認していきたいと思います。まずはじめにアスタースイング、騎乗が戸崎啓太、こちらの馬は、穴を開けたと思います。かぶりの要素を確認していきますと、こちらですね、土曜日新潟の11レースと日曜日新潟の3レース、アナザー配置となっております。土曜日新潟の11レースではゼッケン7番、翌日の日曜日新潟の最初に騎乗する3レースの戸崎啓太の位置はゼッケンの17番、7番17番でベスト2のかぶりに該当しております。そして先にアスタースイングがアナザー配置として穴を開けたと考えられます。はい、続いて函館の2レース、ロジネイヤ古賀厩舎ですね、こちらになります。こちらも穴を開けたと思います。アナザーの配置、かぶり要素を確認していきますと、ここの部分ですね、土曜日函館2レース裏の13番、そして時系列的につながっている日曜日新潟3レースゼッケンの13番、表裏で13番でベスト3のかぶりとなっております。そして先のレースで馬券となりました。はい、続いて函館の3レース、こちらのアベレージマーク大和田厩舎ですね、アナザー要素を確認していきますと、こちらの部分でございます。まず土曜日函館の3レース、裏8番、新潟には7レースに2頭大和田厩舎出走させており、ゼッケンの8番の配置がございます。時系列的に見て函館の3レースと新潟の7レースはつながっており、表裏の関係で8番でかぶっております。そしてアベレージマークはアナザー配置により先に馬券になったと考えられます。はい、それでは日曜日の函館、こちらの騎手と厩舎の配置を確認していきたいと思います。まずは泉谷騎手ですね、函館の24レースでベスト2の配置、そして6レース11レース3番3番でベスト3の配置になってます。続いて段の騎手、3レース5レースベスト3の配置、続いて7、8、9レースゼッケンが1番で連続しておりますし、枠でも1枠で3連続となっております。続いて丹内騎手ですね、2レース3レース
ベスト3の配置。そして、4レース、5レース。こちらは、ゼッケン5番で被っております。5レース、6レースは、表裏で4番。7レース、8レースは、ゼッケン3番で被ってます。続いて、亀田騎手ですね。248と1番で3連続してます。また別で8、10、11レースと4番系のベスト2の配置になっております。続いて小沢騎手、1レース、2レースベスト3の配置。4レース、12レース。ゼッケン1番で被ってます。続いて、秋山騎手ですね。1、3、6と3レース連続して1番の配置になってます。8レース、11レースがゼッケン6番で被っております。続いて、オギーの騎手ですね。2レース、7レースの2回での騎乗で、ともに17番、循環17番での配置なので、花丸状態です。続いて、勝浦騎手。2レース、3レース、ゼッケン4番で被っております。続いて、4レース、5レースは、表裏で6番。別件で5、8レースで裏かぶり、3番で裏かぶりとなっています。続いて西村騎手、2、4、9、3連続で裏9、表9、裏9と9番目でかぶっております。次に岩田騎手、3レース8レースが裏4番でのベスト4でのかぶり。続いて前泉騎手、4レース6レースベスト3での配置。6レース8レースがゼッケン8番でのかぶり。9レース10レースが表裏12番でもいいですし、ベスト2での配置でも結構です。続いて大野騎手、2、4、5レースと3連続で7枠の配置となっています。別で8、9、10と6枠での3連続となっています。また10レース、12レースで表裏9番です。岸田騎手、4レース、6レースベスト1のかぶり。6レース、8レースで表裏11番。はい、続いて横山和夫騎手ですね。9、10、11レースゼッケン8番で被っております。そして横山武史騎手、7レース、9レースゼッケンの2番で被っております。また9、10、12レースと23番、循環の23番で3連続となっています。続いて吉田騎手、7レース、8レースとゼッケン5番でかぶってます。水口優也騎手、3レース、4レースベスト2の配置。藤岡雄介騎手、4、8、9レースと3連続で22番目のかぶりとなっています。坂井隆成騎手、4、5、8、3連続でベスト2のかぶりとなっています。8、9レースで裏2番でベスト4の配置。小林亮太騎手、6、7レースで表裏5番。長島真奈美騎手、
8レース12レース表裏6番でも結構ですし裏6番でも結構です。はい、では9社確認していきます。まず天馬9社14レースの2頭出しでベスト1での花丸です。ハサミ9社1、2レース2頭出しで花丸です。新外9社6レース11です。表裏4番で被っております。宗像9社7レース11です。表裏5番です。加藤9社26レースで循環32番目花丸です。和田9社25レースベスト1での被り。小笠9社3レース4レース裏2番で被ってます。岡田9社2レース3レースベスト1での花丸でもいいですし枠の8番での花丸でも結構です。小野9社2レース4レースベスト1での被りです。花丸です。尾形9社こちらは函館の10レースに移動出しておりまして1の位3の1の位での関係の配置になっています。続いて森9社3レース6レース2頭出しでゼッケン9番の花丸です。はい、茅野9社3レース12レース2頭出しでゼッケン10番の花丸です。和田9社4レース9レース循環19番目の花丸です。加藤9社4レース5レース2頭出しで裏8番での花丸9番でのベスト1での花丸でも結構です。はい、藤原9社ですね4レース11レース2頭出しで循環22番目花丸です。続いて足立9社5レース9レースベスト1での花丸です。池上9社5レース10レース12番目でのベスト1での花丸です。田島9社5レース6レース循環23番目での花丸です。小手川9社6レース10レースベスト1での被り。橋田9社6レース8レースゼッケン7番での花丸です。宮9社7レース9レース表裏3番での花丸です。政治9社7レース11レース循環21番目での花丸です。奥平9社9レース11レースベスト2での被りベスト1での被りどちらでも結構です。手塚9社10レース11レース2頭出しでゼッケン31番での花丸です。中川9社10レース12レース2頭出しで循環23番目での花丸です。はい、以上でございます。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。